皆さんこんにちは。今回は、いろいろ試した上で定番になったもの、といったトピックをまとめてみましたのでご紹介します。それでは早速ご覧ください。日用品など数ある商品の中から、これだ、を見つけるのにジプシーになるかと思いますが、いろいろ試した上に定番になったものはありますか？私はお菓子なら三幸製菓パリンコ塩味、ボールペンならパイロットハイテック 0.4 ミリ、シャンプーは顔をキュレルなどなどです。皆さんの数々試した上でのこれが知りたいです。私もパリンコ好き。毎日食べて週2、3袋消費するのを2年近く続けてる。見た目が似てるソフトサラダよりしょっぱすぎず食べやすい。パリンコ美味しいよね。この前チーズアーモンドとどっちにするか迷っちゃった。私も好き。元からか小さくなったのかわからないけど、自分にはちょうどいいサイズで好き。ドンキで海苔塩が100円だったから買った。今は亡き祖父母が公民館の集まりで配られてよくくれたな。あと花の口づけも、ロングセラーよね。おせんべいは金吾堂のホロホロ焼きが好きです。醤油と塩どっちも好きだから両方買う。最近パッケージが新しくなったね。最近は甘いものではなく、おせんべいばかり食べている。その中でも手塩屋はもう定番。売っていないところも多いけど。これ美味しいよね。じんわりした旨味と懐かしさがある。私はミルクの国が一番だと思っていますよ。美味しいよね。パッケージも可愛い。水筒は象印が好みでした。わかる。パッキン一体型になってから私も象印一択です。水筒はサーモスですよ。私はタイガー。私は水筒ペットボトルです。私は現在、味噌ジプシーです。皆さん普段どんな味噌を使っていますか？奮闘菌の無添加合わせ味噌。絶対これがいいです。仲間、奮闘菌、好き。ドレッシングとかも美味しい。うちも味噌は奮闘菌。甘みがあって味が丸くて美味しいよね。私は生まれも育ちも神奈川なんだけど、九州出身の母にこれ使ってるって話したら、奮闘菌懐かしいって喜ばれたよ。奮闘菌って初めて見ました。他の方のコメントも見て、奮闘菌の調味料チェックしてみます。奮闘菌の九州育ち麦味噌も美味しいですよ。私もそれでいす。美味しいですよね。ぜひお試しくださいませ。九州出身です。子供の頃祖母が手作り味噌を毎年どっさり届けてくれてたんだけど、この奮闘菌の九州育ち麦味噌はそれと全く同じ味で食べるたびに涙が出る。今は洋華堂にも OK にもあるし、メジャーになって嬉しいよ。夫は麦味噌嫌いだから喧嘩になって別に作ってるけどね。マルコメのプラス麹生味噌麹美人。うちはこれが定番です。うちもこれ美味しいよね。今まさに食べてました。甘くて美味しい。お仲間がたくさんいて嬉しい。いろんなお味噌試してたどり着きました。手頃な値段だし、これで作ると美味しいお味噌汁になる。たまたま買ってヒットしました。それからずっと味噌はこれです。これが好きすぎて他のオーソドックスなお味噌が使えなくて困ってます。仲間がたくさんいた。スーパーで売ってる高めのやつも買ってみたけど、やっぱこれでいいやって思ってたとこ。定期的に安売りするところもいいよね。ボールペンはジェットストリーム一択。私はボールペンはユニのジェットストリーム 0.5。 安いけどさらっと書きやすくて5本セット買ってる。わかるわ。ジェットストリームに出会ってからもうボールペンはこれしか使ってない。これで書くと字が綺麗に見える。私にはすごく合ってる。私の周りも仕事用はジェットストリーム派多数。ボールペン売り場ってあれだけ種類があるのに選ばれるってすごいよね。私はエナージェルを使ってます。私はサラサ。いろいろな色があるのもいい。フライパンはティファールの取っ手が取れるシリーズ。類似品試してみたけど使い心地が私には合ってる。私も取っ手をつけたら取れなくなってそのままついてるのある。他のように取っ手を買い足しました。4年くらい使い続けてたからか、もしくはメンテを怠ったからかわからないけどご注意を。それでもティファール一択。袋麺の醤油味だけはチャルメラ。ちょっと安いし、ほのかな魚介風味が好き。塩と味噌は札幌一番。うちも醤油ラーメンは親の代からチャルメラ派。他のものも食べてみたけど、チャルメラのホタテ出汁のあのスープじゃないとダメなんだよな。トピ主さんが挙げていたキュレルのシャンプー、どんな風にいいのか知りたい。
私は普段ヘアワックスをたくさんつけるのですが、キュレルのシャンプーは泡立ちが良く、一度の洗浄ですっきり落ちるので重宝しています。保湿力を求めると正直物足りないのですが、その分トリートメントで補う感じです。トリートメントは気分によって都度変わりますが、無香料なのもすっきりとして高ポイントです。参考になれば？ものすごく参考になりました。ありがとうございます。私、シャンプーは未だにジプシーだわ。気に入ってたのも歳とともに、髪質が変わって合わなくなる。パンテーンが合わなくなって、髪がよくシャンプー時に抜けるようになり、恥ずかしながら少しハゲてきた気がしたから、エッセンシャルに変えたりしたけどまだダメで改善されず。年齢重ねて直毛だった髪がうねるようにもなったから、ひまわりシャンプーに変えてみたら抜け毛が減った。なので今はひまわりが定番となりました。私もシャンプーはひまわり。限定の香りで気になるのがあるときは限定、なければ定番シリーズのピンク。今はミモザを一つ使い切って、スカンジナビアを使い始めたとこ。デンタルフロスはリーチワックスのもの。他にもいいものがあるのかもしれないけど、今のところは何も考えずカゴに入れているのがこの商品です。歯ブラシはプレミアムケア、類似品がたくさんあるけどスッキリ感が全然違う。歯ブラシはクリニカプロのカチカチ機能がついているやつ。これに変えてから歯磨きの力加減調整ができるようになって、磨きすぎ防止になって近く過敏減って歯石もつきにくくなって、歯医者さんにも褒められるようになった。歯ブラシはデンターシステマ。私もデンターシステマです。ヘッドが薄くて、毛が細いのがいいですよね。トイレの消臭はもう何年も一滴消臭源。ガルで見て買ったけどこれ本当に良かった。特に外出時に催したら大活躍してくれます。まあ香りが強いから、次にトイレ入る人に、この人したなと気づかれてるかもだけど、匂い残したままより断然いいでしょと思ってる。石鹸はいろいろ試したけど、牛乳石鹸に戻ってきました。私もです。ダブ、ネバ塾、アレッポ、シャボン玉石鹸、ソンバーユの石鹸などあれやこれや試してみたが、牛乳石鹸が一番合ってた。うちもこれです。一年中青箱です。私は溶けにくさと香りでペリカン石鹸かな。最近はバー油がお気に入り。食器用洗剤は手肌プレミアム。洗浄力があってて荒れしない？ただ、売ってるところが少ないのよね。食器洗剤はキュキュッと。他使ってもやっぱり油落ちはキュキュッと。三好のハンドソープ、ボディソープ。荒れないから。けど高くなって今後どうしようか悩んでいる。三好の石鹸いいよね。私は泡で出るのが好きなんだけど、泡のは高いから食器洗い石鹸を、水で3倍に薄めて泡が出る容器に入れると、泡のハンドソープと同じになるよ。成分はほぼ同じだと思う。これで値段が約3分の1で使えるよ。顔も体もずっとこれで洗ってるけど何も問題ないよ。無香料だし、体に悪い成分は入っていないと思う。薄めておいても腐ったこともないし、大丈夫でした。カレーはバーモントカレー。アレンジせずに箱の説明の通りに作る。うちはゴールデンカレーの辛口とバーモントの中辛を混ぜて食べる直前に、ピーナッツクリームを大さじ1入れるのがベストになった。ピーナッツクリーム、美味しそう。今日やってみる。おお、嬉しい。作る量によってピーナッツクリームは調整した方がいいかもです。気に入ってくれたらいいな。うちのカレーはジャワカレーです。焼きそばは袋麺の日清焼きそば。これでオム焼きそば作る。マヨビームして食べたら最高。他のじゃいまいち。これにマヨネーズって最高に美味しいよね。でも太るからあまりできない。でも食べたい。生冷やしラーメン。細麺で美味しいのと夫婦二人だからちょうどいい。スーパーでは三人前とかばっか売ってるから助かる。うちもこればかり。美味しいし、スーパーに並んでいる中では原材料に添加物が少なくて、比較的安心できる。海が大好きでいろいろ試した挙句、結局弾力プラスに落ち着いた。マスカットもブドウも好き。今は箱買いしている。他の味も出ないかなぁ。チョコレートは森永のカレドショコラ。どの味もいい。特に高カカオ 88% は、食べやすく美味しかったです。青の洞窟シリーズ。結局パスタソースの中では一番美味しいと思う。こんにゃく高カパスタ。ダイエット中にパスタが食べたい時の定番。たまにクノールスープデリのトマト。トマトはプチトマトは傷みやすいから、普通のトマト買うようになった。プチトマト傷みやすい？
うち好きでガツガツ食べるんで、傷むまで冷蔵庫に置かないから知らなかった。そんなプチトマトでなら、アメーラだのルビーだのをいろいろ試した後のうちの現在の定番は、ちょっと細長いアイコ。アンブリオリスクリーム。極度の乾燥肌アトピー持ちだけど、これがあればとりあえず安心。これいいけど匂いきつくない？長年使ってるんですが、私の場合匂いは全然気にしてませんでした。ボディソープはデオコ。使ってると本当に匂いが薄くなって、もう大丈夫だなと思って他のに変えると一瞬で加齢臭がぶり返す。枯れ切るまではデオコ使います。匂い気になるから今度買ってみます。教えてくださりありがとうございます。ボディはユースキンシリーズ。髪はコラージュフルフル。軽度アトピー持ちです。ハンドクリームは、ユースキン。匂いはするけど、あれがひどいと、他のは全然効かないので。眉毛剃りはフェリエ。私も20年以上フェリエ。3代目だよ。私は学生の頃からの20年以上、この写真のピンクの髪剃りだよ。私のお母さんと一緒。これで誤って切った傷跡が大体残ってる。洗剤はナノックスワンの匂い専用。うちもこれに落ち着きました。ドンキで安売りしてる時に箱買いしてます。洗濯洗剤はナノックス。柔軟剤はレノアハピネス。歯磨き粉はオーラ2、ガム。歯ブラシはシステマ。ボディソープはダブ。電動歯ブラシはシステマの1800円くらいの歯磨きプラスというやつが一番良かった。4万円のドルツも持ってるけど、振動が細かすぎてこそばゆいこそばゆいとじっくり磨きにくい。歯磨きプラスは振動が細かくないからこそばゆくないんだよね。焼肉のタレはやっぱりエバラ焼肉のタレ？人気のブランドや高級なのまで、焼肉の度にいろいろ試したけど、エバラの焼肉のタレはなんか満足度が違うんだよね。なぜだろう？自分がちょっと甘口なのが好きってことかな。エバラのタレってあのとろみも良くない？肉に絡んでさ。そうそう、とろみね。それはある。長く売れてるものって、一旦別のもの買っても戻ってきちゃうよね。ポン酢は馬路村試したらこれしか無理になりました。美味しいよね。私も好き。赤いキャップの方が好き。馬路村のものです。ちょっと高いから買ってくれてるの嬉しい。実家のポン酢がずっとこれで、一人暮らし始めた時も当たり前のように買おうとしたら高くて諦めた記憶がある。でも最高に美味しい。ポン酢って他の調味料ほどガンガン使わないから、少しくらい高くてもいいし、大容量じゃない方が嬉しい。いいポン酢だと湯豆腐や水炊きが何ランクもアップするよね。私もポン酢は馬路村しかダメだったけど、蜜柑の香りの蔵は味が似てて、お値段も馬路村に比べたらお得なので、最近は香りの蔵ばかりです。お醤油は蒲田の出汁醤油が一番使いやすいです。私もこれ。一本で、煮物も炊き込みご飯もおひたしも一発で味が決まるよね。関西人が好きな味なのかな？一人暮らしし始めて、ちっちゃいサイズのを買ってたけど、調味料これしかほぼ使わないから結局大きいサイズを買ってる。美味しい。ポン酢も蒲田一択です。そうめんやっぱりイボの糸ですよね。私は冷麦派なんだけど、やっぱりイボの糸。他のでは脳が冷麦として認識しなくて満たされない。イボの糸美味しいよねー。でもここ最近島原そうめんも美味しいと思ってそっち買ってる。スーパーで島原そうめんの方が少しお安いんだよね。島原も美味しいから安い方買う。島原そうめん安くて美味しいから助かる。うちは絶対、半田そうめん。三輪そうめんも同等に美味しいよ。イボの糸は糸でも、お中元でいただいた霧の箱入りの食べちゃったら、もうスーパーの定番品でさえ物足りない。そうめんってシンプルなのに奥が深い。黒いリボン紐で留めてあるやつ？これめっちゃ美味しいよね。ランクが7個もあるのよね。私の最高は上から2番目の黒。何もつけずみょうがを包んで食べた。いつか頂点を極めたい。乾燥わかめは国産。歯ごたえが全然違うよね。国産でもうちは絶対ナルト産。国産の乾燥わかめを探すのが面倒で、塩蔵わかめを買ってるわ。うちはひじきも国産。海苔、あらめなんかも。海のものは国産だと安心。伊勢志摩さん買ってる。ねえ、わかめめっちゃ値上げしてない？美味しいから買うけど 20g くらいで400円するよね。すぐなくなっちゃう。海外のものも試しましたが、やっぱりニンニクは国産。ほんとこれ香りがまず違う。青森さんにはよくお世話になってる。大量に使うことはないので、国産の1個売りでも何回か使えるしね。
風味が違いますよね。国産は少しでも十分風味が出るのでコスパいい。これは絶対。中国産がかなりの安価で隣にあっても絶対買わない。ネットに大量に入ってる青森県産を買っています。中国産とは味が段違い。高いけど、健康のためにとたまに黒ニンニクも食べます。例えばだけど、ニンニク1個あたり中国産が100円。インド、エクアドル、中国産以外の海外産が200円。国産が400円って感じで、かなりの値段の格差あるよね。値段は例えばだから、もちろん地域やスーパーによって違うよね。私、ちょっと前までは中国産とか買っちゃってたけど、ここ数年で考え方変わった。健康を数百円で買うと思ったらなんてことないよね。今は国産一択です。パプリカも国産がいいね。たまに韓国産もあって、注意。塩は天然塩。美味しい塩をもらったら塩だけで美味しかった。ほりにしとか、いろいろな塩の味付け調味料も試したけど、癖がある化学調味料が入っているのか口に何か味が残るんだよね。味付けでごまかしてる感があった。純粋な美味しい天然塩の方がずっと美味しく、素材の元の美味しさを引き出せてた。ヤマサの昆布つゆ、麺つゆいろいろ試してこれに落ち着いた。油揚げは松山揚げしか買いません。これって油抜きせず使うんですか？そうですよ。しかも賞味期限も長い。マヨネーズはキユーピー。家も赤いキャップしかダメだわ。白いの買うとまずいって言われる。私はキユーピー酸っぱくて味が濃い気がする。断然味の素派。キユーピーは酸っぱい。チーズは濃いわいクリーミーチーズ 6P。癖がなくて美味しい。バターもいろいろと試しましたが、結局は四つ葉さんのパンに美味しい発酵バターに戻ってきます。私も、美味しい。これ使ったら他のに戻れない。美味しいよね。とても美味しいですよね。これ一筋です。エシレも好きですが高すぎ。日本の酪農を応援します。これ今日スーパーで見たけど高かった。でもやっぱ美味しいんだね。さすが四つ葉。買ったことないけど食べてみたい。美味しいバターってどんな味なんだろう。ちなみにおいくらくらいなの？400円しないくらい？300円台だよ。でもみんなこれどうやってトーストに塗ってる？硬くて塗りにくいんだよね。美味しいんだけど。硬くて普通に塗るとパンに穴開くよね。私は焼く前のパンにコンコンって小さく塊で数箇所に置いてから、トーストして食べてるよ。しっかりめに焼くとカリッとジュワーっとして美味しいよ。焼く前にね。なるほど。明日やってみる。ありがとう。花粉対策はスモーワセリンを鼻の内壁に塗る。メントール入りだしパッケージなんか可愛いし。初めて見た。どこで売っていますか？使ってみたい。私は基本的に通販で買ってます。スモーワセリンで検索したらすぐ出てきます。ありがとう。ポチった。ワセリンの3ホワイトです。乳液も化粧水もいらない、3ホワイトだけでよかった。ケチャップは出るもんて。私にはカゴメは酸っぱいし、ハインツは薄い。ごめん。いろんな銘柄のを食べてきたけど、結局地元のが一番口に合うのか美味しく感じる。服の生地は綿 100% がいいってことに落ち着いた。パジャマもパンツもブラウスも綿 100% が気持ちいい。ただし、ワイシャツ的なシャツは、綿 100% じゃない方がアイロンが楽かな。疲れた時はアンバサ。しょっちゅうではないけど、仕事で疲れた時はアンバサガブ飲みする。懐かしい、最近見ないな。ガブ飲みしたい。今売ってる？今は北陸長野北海道あたりの地域限定で売られてるみたいですよ。疲れた時はやっぱりオロナミン C ですよ。オロナミン C は1本じゃ足りないのよね。もう少し大きくならないかしら。この前豆乳ハーゲンダッツ食べたら、めちゃくちゃまずかった。X でもまずいって言ってる人ばかり。やはりハーゲンダッツはバニラだなと思いました。私はハーゲンダッツの豆乳、普通のバニラより好き。普段から牛乳より豆乳が好きだからかも。豆乳嫌いな人にはきつそうだけどね。みりん風調味料を試してみましたが、もう絶対に買わない。高くても本物のみりんを買います。だよね。だから味玉作るときに、麺つゆ&みりん風で味付けしてる。私いつもみりん風だわ。やっぱり全然違う？私もだよ。今のところ煮物の味バッチシだわ。やっぱみりんよね。発酵して醸し出されたアミノ酸の旨味よ。芳香成分も豊富だし、マスキング効果も狙えてツヤも良くなるし、いいことだらけ。でも、好みなので押し付ける気はないな。好きなもの使えばいいと思うわ。
正直わからん。今は子供いるからちゃんとしたやつ買うてるけど、旦那だけだったらみりん風でいいかなって感じ。みりん風は、アルコールが飛んでるから、煮物には向いてないよ。ただ、アルコール飛んでるから、火を使わない料理の味付けにもそのまま使えるから便利だよ。ぶっちゃけデパ地下の惣菜店でも、みりん風調味料使ってるところ多いからね。それでも美味しく作れてて客にバレてないし、みりん風調味料でもいいと思う。みりん風は糖類や添加物などが入っています。本物のみりんは米、米麹、焼酎、やや安いものはアルコール、そして酒扱いなので税率も変わります。全く違うものですね。味は決まるかもしれませんが、舐めると全然違います。アーモンドミルクはアーモンド効果。最近飲んでたんだけど、美味しいですね。チューハイは本絞り。わかる。いろいろ試してオレンジに戻る。夏はインスタントコーヒー使うことあるんだけど、買うのはネスカフェゴールドブレンド。いろいろ試してみたけどこれが一番美味しいと思う。もっと美味しいのあるのに。という人いたら教えて。私もネスカフェゴールドブレンドが一番美味しいと思う。同じシリーズに濃い味に焦げ茶ラベルのちょっと高いのも出て、確かに美味しいけどやっぱりゴールドブレンドに戻った。ネスカフェ飲んだことないから比べられないんだけど、いつもブレンディ買ってる。ミルクにそのまま溶かせるから、カフェラテが楽に作れて気に入ってます。ドトールのコーヒーしか買わない。スタバは可愛いからタンブラーとかは買う。私もドトールのコーヒー好きです。ど田舎なんで店舗ないんですけど、スーパーのペットボトル判断なんですけど、ドトールのが一番美味しいと思います。スタバは年々甘くなってる気がする。年取ったから私が甘さに敏感になっただけかな。ブラックコーヒー飲めばいいじゃん。スタバのブラックまずすぎるよ。コールドブリューはまだ飲めるけど。使ってるマシンや豆はあまり変わらないらしいよ。ドトール美味しいですよね。でも今の私には高価なので、私はセブンイレブン一択です。ちょっとドトールに似てます。家で使うウェットティッシュはシルコットウェットのピュアウォーター。ほぼ口服用で、アルコール入ってたりするとまずいから。コンビニのおしぼりクソまずいのあるから使わない。外用はノンアルコール除菌のを適当に買ってる。リップクリームはサベックス。私にはこれが最強なんだけど、最近扱う店減っていて悲しい。これ製造中止なったんじゃなかった？私もこれ。販売終了したからネットで買ってる。これじゃないとダメ。リップクリームは大海兄弟社。わかる。メンソレータムのは買わない。何がどうとかうまく言えないんだけど、私の唇には大海兄弟社が合ってる。スロギーのショーツ履いたら他のは履けなくなった。だからブラとショーツはセットではないから、色だけは合わせるようにしてる。しゃがんでもお尻がはみ出さなくてとても快適よ。お砂糖は天才糖を買っています。私はきび砂糖。値段も白砂糖とほとんど変わらないんだけど、煮物に使うとさらに美味しくなるよね。手作り練乳も美味しい。一番はヨーグルトに入れて食べると違いがわかる。私もきび砂糖。南九州生まれ、嫁ぎ先東京ですが、生まれて一度も白い砂糖が家にあったことも自分で買ったこともない。生家で指定されたからグラニュー糖買ったくらい。実家はまな板みたいなサイズの黒砂糖を包丁で、バンバン割ったのをタッパーに入れて、お茶受けに常備してある。きび砂糖使うと、お料理もおやつも美味しくなるよね。和風だしは本だししか買ったことない。たまに山木で味噌汁作ると美味しいよ。山岡屋では醤油ラーメンしか頼まない。ネギ醤油でしょ。あとメロンソーダ厳禁で。うちの近くにあるのに一度も行ったことない。今度行ってみようかしら。以上となります。皆さんはいろいろ試した上で定番になったものはありますか？コメント欄で教えていただけると嬉しいです。今後も有益なトピックを中心に紹介していきますので、よかったらチャンネル登録・高評価お願いします。この度は最後までご視聴ありがとうございました。